皆さんこんにちは、シルカーズチャンネルのシンデです。今日はですね、私一人の登場なんですよ。と言いますのも、連日コロナウイルスで、外出自粛になって、もう家でどうしようかな、もう退屈だなっていう日々を過ごされている方も多くいらっしゃると思います。私もそうです。休みなんかは出れません、でも、一つ提案があるんですけど、どうでしょう、例えば趣味とか、皆さんございましたら、趣味をこれを機会にちょっと深めてみる、とことんちょっとやってみるっていうのもどうかなと思いまして、私提案しました。ちなみに私の趣味は、後ろに、あるので、お分かりかと思いますけど、これ私が描いた絵なんですけど、私は絵を描くのが趣味でございまして、これもちっちゃい頃から描いておりました。いろんな水彩で描いたりとか、油絵で描いたりとか、これはクレパスで描いております。そんな感じで、もう時間があれば、特に今なんか時間があるわけですから、家で、趣味を深めてみる。料理でもいいですし、DIY をやられる方もいいと思います。やってみるのもいかがでございましょうか。楽しく、しかも楽しくやってみて、見てはいかがでしょうか。それでは私の、制作風景等々、簡単に見ていただけたらと思います。どうぞ。はい、ということで、絵を描く準備ができました、というよりはもうすぐできちゃうんですよ。私なんかはね、もう素人なんで、もう絨毯の上に新聞紙を敷いて、その上に、これぐらいの結構大きいサイズなんですけど、これぐらいのものを、ね、模造紙なんですけど、模造紙を上にの敷いてるだけでございます。ちなみに私は絵が趣味なんですけど、美術の専門学校とか美術大学とか全然行っておりません。もうずっと画流で、描きたいものを描いてる、ただそれだけなんですけど、やっぱ好きこそものの上手なれだと思うんですよね。やっぱ好きであれば失敗しても失敗しても失敗しても、描いていくとだんだん上手くなるんですよね。不思議なもんでね、よくしたもんで、私はそんな感じです。で、具材もこういった感じで、クレパス、もうどこにでも売ってるようなクレパスです。もう凝り出せばプロの方々は、いろんな道具を使いこなしながら、やられてるんですが、私も全然もう額がないもんで、もうクレパスでどうにかこうにかもう上から、修正しながら修正しながら描いております。何度も何度も塗ってるんですよ、これ。何度も何度も上からこう縫い合わせながらね、こうね、何しろ私の場合ね、グレーをよく使います。グレーはね、もうね、サイトでグレーだけ10本とかもうね、バラで売ってないんですよ、どこでも。だからもうね、ネットでグレーだけ10本とか、水色だけ2本3本とかでバラでね、ネットで買えばね、いくらでも手に入るんですよ。趣味がね、高じるとね、こういろいろね、知恵も湧いてきます、ね。それでね、私はこういう感じで、グレーを使ったり、ね、白を使って、ちょっとこうね、この雨降ってるからね、雨降ってるようにするにはどうしたらいいかっていうのはね、何度も書いては、また壁に貼って遠くから検証しながら、で、雨が降ってるってどう？もう知識がないもんですから、もうね、とにかくもう手探りですよ。遠くで見ながら、もう一回修正しながら、こうやってね、何度も。でも楽しいですよ。やっぱり趣味ですからね、楽しくできるもんで、皆さんもね、趣味だとね、やっぱね、時間を忘れるんじゃないかなと。時間を忘れて、ついついご飯も忘れて、ね、飯食うのも忘れて、ね、寝るのも忘れて、ね、息するのも忘れて、もうやってるんじゃないですかね。やっぱね、趣味ってそういうもんですよ。もうすべてを忘れてね、それにもう没頭するというね、いうことでね、私もね、いろんなことを忘れました。ね、自分の名前も忘れちゃいましたね、もうね、私は誰みたいなところでやっております。どうですかね、こうね、少しずつ、ちょっと触りだけをちょっと今やりましたが、こんな感じで、私は、一人黙々と、外出自粛しながら、絵を描いております。楽しいです。皆さんも何か趣味があれば、
これを機にちょっと深めてみるっていうのも面白いんじゃないでしょうかね。意外にこう自分のね、なんか技が磨かれたりすると思います。皆さんもぜひやってみましょう。以上です。最後までご視聴していただきありがとうございました。皆さんもこれを機に趣味を深めてみてはどうですか。もしくは新たな趣味をチャレンジしてもいいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。次回は私が描いた絵の中の3枚を紹介したいと思います。お楽しみに。